皆さんこんばんは。それでは、レイジングループの続きを読みますね。みな座りんさった。じゃあ、読み意味の宴を始めましょうね。上松様、お願いしますよ。神内様に献上されたおみきです。年少者から順に回し飲みしてください。お酒、あなたはお口をつけるだけ。未成年者は飲むなよ。一杯くらいどうってことねえよ。やめなさい、義継。安永も何か言ってやって。義継、あくまで形だけのものだから。ちっ、うるせえな。分かってるよ、兄貴。こんなの飲みたくない。はるちゃん、ちゅってして。はい、終了。僕も終了。僕もこれで。知恵ね。ここから大人ね。いただきます。私はこのくらいで。存外にいい酒だな。では、ムロ。昼間から酒が飲めるとは。宴様様だな。ほらよ、おやっさん。うん、耐えば、こぼすなよ。はいはい、いただきます。おじいさん、モテるかいね。ラッキーか。お、一通り回ったか。耐えば、説明せ。みんなお話は知っておるね。夕霧が立つとき、狼様はよみがえり、人を亡きにせんとされる。よもつ狼のお印が2つ。こたび狼様がお二人を血戻られた。じゃからあたしらは神内様の言う通り、こうして宴して、お守り様の加護のもと、狼様を探してくくらねばいかん。従わずば神内様は汚れを下される。それはとても恐ろしい死に目を見るということよ。汚れを受けたくなくば宴に出て狼様を亡きにする。それがわしら安水の者の役目。お姉ちゃん、亡きにするって何？殺すという意味よ。怖い。大丈夫、私が守ってあげるから。遮って申し訳ありません、山脇さん。ええのですよ、小さい子のすること。狼様かもしれんのはその子だけじゃございません。やれやれ、くだらん話ですな。おい、おっさん、くだらねえならとっとと出ていけや。そんで汚れて死んじまえ。義継、お前は。失礼だが、織部さん、自分の子にどんな教育をなさっているのかね。俺は勝手にグレてんだ。ババを巻き込んでんじゃねえや。義継、黙れ、ぶん殴るぞ。ああ、巧みに今で何威張ってんだよ。殴るっつったら殴る。
ヨシもキヨも一緒だ。お前らちょっと黙れ。ふん、貴様にそんな根性はなかろう。言われてんぜ。大人は無駄に根性試しをしねえ。それはともかく、タイバーちゃん、俺やっぱり納得できねえよ。その話、俺らはずっと聞かされてきたが、ずっとわからねえことがある。俺らはずっとここで育ってきた。メイコ以外はみんな顔見知りだ。狼様が入れ替わってるって。そんなわけねえよ。みんな普段通りだ。タクミ、甘えこと言ってんじゃねえ。なんだよ、おやさん、怪しい奴がいるっつうのか。どいつも怪しい。おじいちゃん、春も気をつけ。けだものでも人を騙す人ならなおさらよ。こん中にわしらを騙して平然としとるもんはおる。なんでそう断言できるんです？昔のもんの言葉には真実がある。まあいいですけど。安水のパープーの言ってきたことだろう。近持ち、あんたはまたそんな。モッチ、やめとけって。すみません。それでどうするんですか？どうって話し合いで決めんだろ。話し合いで決まるのかな。しかもこの中の誰かを殺すという決定をでしょ。全員が自分の考えを言う。それで納得のいく意見を絞り込む。チエネ、どう思う？少なくとも全員怪しくないと思う人と全員怪しいと思う人がいる時点で破綻してると思うけど。決まるはずのない会議を永遠やっても苦痛なだけ。それに耐えかねてみんな偉い人の鶴の一声を望み始めるし。知恵は何が言いて？知恵美、あんま心配すんな。俺らは安水の釜の飯食って暮らしてきたもん同士だぞ。なんとかなる、なんとか。匠兄ちゃんの仲間思いなとこすごく嬉しいけど、その仲間から一人選んで殺すんだよ。もっと嫌なこともあるよ。仲間から選びたくなかったら仲間じゃない人から選べばいい。自分がそんなに好きじゃない人とか、ここに来て日が浅い人とか、少なくともそういう理由では絶対に選ばないようにしないと大変な間違いをしちゃうんじゃないかな。だから俺はそもそも殺すとか頭おかしいからやめようぜって方向にまとめてんだよ。それはいかん。ばあちゃんだってこう言い出す。だからじっくり話して、だろ。わかる、わかるけどね。あの、ちょっと。はーい、はるちゃんが喋ります。あの、知恵姉が連れてきた男が記者の人たち殺したとか、そういうのないのかな。言ってるそばから。僕はないと思うよ、勘だけど。みんなどうですか？匠に、あいつが怪しいっつってたろ。ああ、怪しいと思ったさ。しかし知恵美の言う通り、そんな理由じゃ決めねえ方がいいだろう。それにあいつは変なやつだが、ああいうことをやりそうなやつじゃないような気がする。それは私も賛成だけどね。とにかく私たちの問題なんだから、私たちで解決するべきだと思う。ふん、それだって好みで選んでることに他ならんだろう。じゃあ清之助さんはどうやって決めるべきだと思います？結局
こういった場で決める手段といえば多数決しかないものだよ、オリベ安永君。民主主義万歳ってわけです？らしくもないですね。私はそれ以外にこれだけの人間の意見をまとめる手段など存在しないと言っているのだよ。第一、話し合いで納得というのも結局は大多数が合意する結論を取るということだろう。多数決に他ならん。そうでなければそれこそ君の言った鶴の一声、つまり有力者の独断で決まることになるのだろう。安水の有力者とは牧島勘三氏かね、それとも山脇妙さんかね、そして殺されるのは住人でない私か。当のお偉方本人が狼かもしれないという状況でだ、馬鹿らしいと思わないかね。野里さん、言っておくが私は死ぬのはごめんだ。それならばせめて無力より一票の力を保てる方法を望みたいね。俺は反対だ。多数決だ、そりゃ結論は出るだろうよ。正しいかどうかは別としてな。俺はやっぱりちゃんと話し合って決めるしかねえと思う。ちなみに話し合いをするとなると何を話し合うんです？タイバーちゃん、宴には山のお守りの力を貸すって話だよね。そうよ、蛇様、猿様、カラス様、それに雲様が力をお貸しくださる。詳しいことわかる？蛇はの。うわっ、ジジイ知ってんのかよ。蛇はの。狼が誰か山に聞ける。これが占い師ですね。猿だけ2匹おる。お互いが猿じゃと知っておる。これが共有者です。カラスはくくられたもんが狼じゃったかどうか山に聞ける。これが霊能者です。雲は狼から一晩だけ他人を守ってやれるよう山に頼める。これが狩人です。その通りじゃと私も聞いておりますよ、おじいさん。狼来たの。あんたこれを知っとったのですか。あんたボケとるかと思うたが信心があったのね。おじいちゃんのことは置いといて、じゃあこの中の誰かがそれぞれの力を受けてるはずだってこと？それってどういうこと？というか神様とかお守りとか本当にあるの？ただ昔話になぞらえて誰かが人殺しをしてるだけじゃ。はるちゃんや神様はちゃんとおる。そんなの信じてるだけでしょ。そんなことはない。みんな
生まれてからこれまでに新内様のお姿を見とるはずじゃ。そんなのただの。はるちゃん落ち着いて、大丈夫？うん、ごめん。真偽はともかく、今は分かってることを情報として整理するところだよ。いろいろと決めるのはまだ早い。さっきのお守りのカゴの話、もっと分かりやすくしよう。若い子はもっとちゃんと昔の話を覚えんといかんね。蛇は見破る、猿は手を取る、カラスは味を見る、クモは守る。蛇は大衆に紛れた狼を発見することができた。ちなみに蛇は三車家の守護獣でもある。猿は守護する者同士が狼でないことを確実に知っている。猿は樋口家の守護獣でもありますな。カラスは死んだ者が狼かどうか知ることができる。我が野里家の守護獣がカラスだ。貧乏くさいよね。黙れ。そしてクモは誰かの家に狼が入ることを防ぐ。クモは植松家を守護している。そうですね。それぞれの家の門にもそれぞれのお守りがあしらわれています。でも実際はそれぞれの加護を受けた人はどうやってその力を借りるんだろう。蛇は夜、他の生きとるもんの名前を何かに書いて枕の下に置いて寝る。翌朝、それが人か狼様か神内様に教えてもらえるそうよ。猿は二人おって加護を受けた時にもう一人の猿が誰かを神内様に教わるそうじゃ。カラスは前の日にくくられたもんが人かどうか知れるそうだわね。クモは他の生きとるもんの名前を何かに書いて枕に敷けばそのもんは一晩狼様から守られる。そうしてお守り様方の力を借りてあたしらはくくる一人を選ばねばならんということ。狼様をみんなくくれば勝ち、狼様にみんなやられれば負けよ。ヤス君、わかったかいね。これが人狼のルール説明です。わかりましたかね。わかりましたけど、そもそもばあちゃん、どっからそんなの聞いたんだ。あたしはあたしのおばあちゃんに聞いたのよ。とにかくそれじゃ長者それぞれの血筋の人がそれぞれの加護を受けてるってことよね。それはどうかな。三車家の縁者は絶縁者含めてここにはいないし。宴でお守りが誰に力を授けるかは気まぐれだと聞いております。じゃあ誰なの。下手に明かせば狼様に狙われるかもしれない。んなこと言ってたらそれこそ何も話が進まねえだろう。そうかしら。例えば。だ、めんどくせえ。だらだらしてても話が進まねえだけだ。
みんな聞いてくれ。蛇の守護を受けたのは俺だ。うわ、嘘くさ。な、匠に、それは本当なの？というか、どうやってそれが。言い忘れておったよ。お守りはね、夢枕に立つ。そして選ばれた者に印を残す。お力をお借りするならば、頼りにしたためて枕元に入れればいい。印により答えが示される。そうだ、俺にも印があった。夢は正直覚えてねえが。蛇は見破る。じゃあ匠兄ちゃんにはこの場の誰が狼かもう分かってるってことなの？いいや、さっき言ったじゃろう。頼りにしたためねばならん。それも選べるのは一夜に一人だけ。え？明日の朝になるまでわからないってこと？そうじゃ。一つ聞いていいかね、ムロ。なんだよ。君はどうしてそんな極めて重大な情報を何のリターンもないこのタイミングで開示したのだ。どうしてって、他に決める材料がねえから。聞いた限りだと、蛇の能力はとても大事です。狼にとっては非常に手強い相手だと言える。だからそれを簡単に明かしてしまうと匠兄が危ないってことに。そんなもん怖くねえよ。なぜ怖くないと言えるんだね、君は。相手はあんな風に人を殺す化け物だぞ。なんだ、化け物とか信じてるじゃん。今のは言葉のあやだ。とにかく今、我々は一つの武器を失ったということになる。勝手に決めてんじゃねえ。お前に何がわかるってんだ、おい！わかるとも。皆様、聞いていただきたいのですがね。この場で何か言えば、それは狼に情報提供していることでもあるんだ。明かさなくていいことは明かさずに話を進めるべきだ。そうではないかね。え？この人は村人寄りだね。全部正論だし。そうですね。それで一つ思いついたことがあるんですけど。今私が喋っているんだ。黙れ兵六。ヤス、言え。な、匠兄が正体を明かしたことを極力有効に利用するには、彼を雲に守ってもらうのがいいと思う。言われんでも対抗なし占いは守るし。この中にいる雲は正体を明かさずに夜、頼りをしたためるとかして匠兄を守るのがいい。これで匠兄は助かる。どうかな。いいんじゃないか。ヤス、おやすさん。匠は今日安全になる。蛇にこうて誰かを調べ。匠兄ちゃんが明日調べた結果は間違いなく正しいってことね。初日犠牲者が役持ちじゃなければね。そうなるね。匠兄ちゃん、誰を調べてどんな結果が出ても嘘を言わないって誓える？そんなもん決まって決まってるさ。じゃあ今日はそれでいいんじゃない？
何の証拠もないのに誰かを殺すとかやっぱり意味があると思う。本当にそれでいいのかよ。何かまずいと思うのか、義継。別に、ただ待つってのが性に合わねえだけだ。それはわかるけど、あ、でも匠兄が誰を調べるかはみんなの前で言っておいた方がいい。どうして？匠兄が誰かを調べて、その結果が匠兄に不都合だった時、別の人を占ったって嘘つくのを防げる。嘘なんてつかねえよ。合理的だな。安水の者には情の厚い室には必須の条件と言える。別に匠兄ちゃんに限らないでしょ。身内は誰だってかばいたいもん。でも今はそんな場合じゃないし。あと利点がもう一つ。誰を優先的に調べたらいいかって点は少なくともみんなで話し合えるでしょ。そうだな。そのくらいの話し合いはしておきてえところだ。ちなみに安永は誰がいいと思う？僕はちょっとわからないけど、それこそ不当に選ばれそうな人は先に調べておいた方が安心かな。では私を調べてもらえないか。正直なところを言えば、そうでもないと発言権すら得られなさそうなのでね。ムロが語り占ないで狼の囲い希望なら最悪だな。なくったって喋るんじゃん。じゃあ器用を調べる。それでいいか。異論はねえな。じゃあ今日は誰も吊るさん。処刑なしとか最悪の握手。本当にそれでいいのかね。ああ大丈夫だ。これで解散。うわ、語り狼草。村会議だけでこんなに時間かかっちゃったので今回はここで終わりますね。人狼のルールはあれでわかりました。他にも狂人や狐などの役職がありますが、それらがいるのかどうかもネタバレになるので言いません。狂人や狐がいるのかも推理してみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。